はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、ついにね、翡翠にエースモンスターが実装されましたので、翡翠デッキ新しく組んできました。ご紹介していこうと思っております。翡翠帝エジルキムネさんね、こちらに召喚ムービーやります。このモンスターどういうモンスターかっていうと、水属性中のプラス中内外のモンスター1体以上で作れるモンスターで、レベル10のシンクロ、まあレベル10体なんでね、バロネスとかと喧嘩しちゃうので、まあ結構バロネスとか照英とか優先して出したことあるんですけど、まあ一応こいつの効果強い時もあるんですよ。これ1番2番両方とも効果結構強くてですね、1番目自分相手のターンに発動できる効果で、このターン自分のフィールドの表側表示モンスターは効果では破壊されないし、効果では除外できないっていう耐性を付与できますと。まあ、ここまでは別にそんなになんですけど、相手のコードの発動チェーンしてから効果を発動すると同盟カードを全部除外できると。相手のだから相手のまあキーカードを除外するときに役立ちます。これこの効果はね、墓地からも除外できるので結構強いんですよね。でこのカードが墓地で存在していて、相手の効果で、カードが除外されるとこのカード特殊ができるよっていう、一応蘇ってくる効果もありますと。まあ自分から能動的に相手のカードを除去できるカードじゃないから、受け身だからね、まあ出すターンというか出すときはまあ注意しなきゃいけないんですけども、まあ一応一番の効果使えるとかなり強いという感じですね。はい、で出し方なんですけども、ちょっとエジルランっていうねモンスターがまだ来てなくて、マスターデュエルには一応あの大権限っていうカードで出していくことになりますね。基本的にはこれどういうカードかっていうと、翡翠モンスターが自分のフィールドに水属性モンスターが存在する場合、さらに相手のフィールドまたは墓地にモンスターが存在する場合っていう条件、で打てるカード、まあ、だから条件きついんですよね。まあ、かなりカードは重いんで、まあ、これのストーリー知りたい方はぜひね、あの翡翠とか双剣のストーリーあの読んでほしいんですけど、ここでデッキから翡翠モンスター、特殊ができるよっていう効果があるから、まあ、ちなみに翡翠魔法カードなんでね、エジルから持ってこれるんで、一応エジルから持ってきて、で、大権限で、エジルギミル、出し、あ、エジルギミルじゃない、エーギロ加湿出してくると、重シンクロができるみたいな感じです。でここでエジルギミルとか、バロネスとか照英とか出せるみたいなね。ここがねやっぱね打ちにくいんですよね。先行1ターン目で打てるカードじゃないんで、これ要は相手がウララとか増地とか投げてくんないと打てないと。先行1ターン目はまあ高校とかあの3ターン目以降はね打てることが多いんですけども、まあそうじゃないと打てないということで、まあちょっと若干使いにくいです。はい、まあ一応強いんですけど若干使いにくいというわけで、今回は、レベル10のシンクロを、まあ、しやすいように一応ディーバーが入ってまして、ディーバーからデュオニギス出してきて、でデュオニギスレベル8にして82でアクセルシンクロ出して、ディーバー蘇生すれば10ができるんで、バロネスとか、エジルギミルが出せると。でさらにやっぱねシンクロに寄せると翡翠ってどうしたって弱いんですよ。展開量が足んなくてぶっちゃけなんで、エクシーズギミックも入ってまして、アビスシャークからの、まあ、クリスタルとか、まあ、ドリームシャークからランク4とかランク5のギミックが一応入ってます。はい、これがないとね手数なんないんですよね。シンクロだけで押していくのちょっと難しいんで、翡翠って。なんで、まあ、ちょっとエジルさんが来てくれるとはでかいと思うけど、エジルなんかない状態だとちょっとこの辺入れないといけないかなというところで入れてます。はい。で、あとはまあ、サポートカード入れとけばいいかなって感じですね。はい。あと、やっぱね、めっちゃ辛い、リミット1は。ティアラメンツ、マジで、ほんとふざけるなよ。愚かなクソを返せ、デュエル、スタンバイ。悪くはなさそうなハンディングはしてますね、これ。うん。まあちょっと召喚権が若干かぶり気味なのがちょっと気になるが、D は召喚、効果発動。一応 D は、あ、なんかあるね。D は1枚からね、あの、天下ハーフにすか。なるほど。ヨーラン、イニオンクレイドル、参戦できるんで、なんか割といけそうな気がします、これ。でも意外といける、多分。参戦が結構強そう。で、ディオニギス効果、相手のカード除外する。で、融合してくる感じだな、多分これな、レイのハート大きいだろう。おい、俺のターンだぞ、おい嫌気がさしてきたもん、これは。この環境に嫌気がさしてきたもん。何回、俺のターンでこいつら融合してくんだ。ふざけるな。黙れ、くそちくしょう。まあ除外するのでかいですね。サリーク無限保養あんま関係ないな。できればね、なんかその1枚しか入ってないのカード除外しちゃったんですけどね。かまあモンスターかで、メイルレイノハート効果発動される。これ皆さんご存知ですか、これ僕のターンなんですよこれ僕のターンなんですよ。びっくりしますよね。一旦ちょっとレベル上げますか。
レベルを上げまして、6にしたいですけど、何かあります？何かしら6にするっていう動きなんですけど、あー、OK。デュオニギスの効果無効にしてくれたんで、まあまあまあ、これでかいですね。これは、まあ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 、全然。まあ、ここに使ってくれるかもしれないなと思って打ってるんで。そしたらですね、参戦の際で、これはさすがにモンスターパクるしかないかな。ちょうどよく相手レベル8なんで、あれパクりましょう。で、これもらいまして、はい。で、レベル8のモンスターに、いや、エジルキビルじゃなくて、さすがにバラナスだよね、これね。まあ、エジルキビルも強いけど、さすがにね、やっぱね、何でも無効にできる安心感は半端じゃないのでね、まあ、バロネスを一応出しに行きましょうか。で、レイノハトを破壊しましょう。で、レイノハトは特殊召喚してるんで、除外されると。OK。なんか何持ってきてもなんか展開伸びないんでエンドですね。はい。まあ、イニオンクレイドルは、後々でいいと思うんで、イニオンクレイドルからの、コスモコレは今やる必要はあんまりない。で、バロネスも効果発動もしない。なんか意外と相手事故ってんのかな、反応4枚もあんのにね。初動が引けてない感じなのかな。誘発とかなんか石室とかそっち系がいっぱいあるんですかね。トラップか、トラップ多いのかもしれないね。さっきクライム確かサーチしてたんだけど、クライム打ってんの、あ、エンドフェイズマジ、え、その手札何ハーフにしそうなんかな。でもハーフにしたら出してるか。まあ、バロネスの効果発動せずで、ミドラーシュは、効果では破壊できないんですが、クライムはこの状況で打てないな。一旦ちょっと、子供持ってくるか、翡翠のエジル持ってきて、一旦召喚して、で、効果発動、で、翡翠系の魔法トラップカード持ってこれるんですけども、ここで、まあ、大権限ですかね。まあ、ここでね、やって打てるようになるんですよね。これ先行1体目で打てるのバグってるだろ、これ、どう考えても。いや、ま、どっちか、なんか、先行で打てるようにするか、エジルランくれるか、どっちかだね。じゃないと、ちょっとさすがに弱すぎっていう説あるから、まあ、これで一回、イエギロカシスでしょう。はい。いやー、これでバトルですね、一回。で、ミドラーシュいるんで、これ、ぶん殴ったら一応、今度後展開できるんで、展開していきましょう。はい。ファイト。で、エジルギミュレ出すかどうかなんですけども、でも結局ね、クライムをね、どうにかしないとね、ダメなんだよね、多分これ。これクライムだからさ、いや、これもう一回、昌栄かな、これ。ちょ、ごめん、エージェルギミル君。ちょっとね、今ね、君出番じゃないよ、まだ。結局ね、癖から多分クライムなんですけど、サーチなんで、さっき。クライムは、フィールド上にティアラメンツがいないと打てないんですけど、逆に言うと、ティアラメンツ出てくると打てるようになっちゃうんで、だから多分ね、今ね、こうした方がいいんですよ。多分ね、これでね、除外しといたらいいと思う。で、あれ、破壊してもいけないから。結局さ、カードをさ、除外するか、バウンスするかしか。なんか、その、有効だないの、やばくないこのデッキ。いかれてるよね。あ、クライムだね。OK。クライム除外。で、イニオンクレイドル発動して、エジル回収しといてがいいかな。イニオンクレイドル発動。で、自分の墓地か除外ゾーンから、エジル持ってくる。オッケー。で、イニオンクレイドルあるからコスモクロア出せる。まあこんな感じでいいんじゃない。英雄の歌詞で装備しとこう。これどっちかしか使えないの、バグってるだろ、どう考えても。これ英雄の歌詞って、これ装備する効果と装備解除して特殊召喚する効果、どっちかしか使えないんですよ。イカれてるよね。なんかそんなに展開力低くする必要あったの、このデッキ。ほんまにさ、ティアラメンツとかいうデッキ考えてるやつ、翡翠もデザインしろよ。あ、無限保養か。はい。妨害がなくなりました。私の、あれです。でですね、いや、ただこれ、言うてこの場面硬いけどな、結構。全面処理するの難しいんじゃねえかなと思うんだけど。ハートビーツか。魔法トラップカード戻しながら、手札選んでもちろんだね。あ、ケルド弱いね。あ、弱いぞ。これは？え？これ、それ何？その反動。あー、弱い。やった。やったぜ。なんか俺のターンで死ぬほど動いてきてドヤ顔してたけど、なんか知らんけどいけた。いける。分からせるか。やっとこさ、
出てくるんですけども、まずとりあえずエジェル召喚しますと、エジェル召喚効果発動して、何らかの、カード持ってこれます、翡翠魔法トラップカードを。で、イニオンクレードル持ってきて、でエイジロカシスを、装備解除して特殊召喚、過去レベル7チューナー。いやこれね、やっぱり回してて思うけど、エジルラーンってやっぱ偉大なんだなってめっちゃ思うわ。このデッキ本当にレベル10シンクロする1体出すだけでもヒーヒー言ってるんですよマジで。さあいけエジルギュミル。さあいくぜエジルギュミルさん。エジェル・ギムリさんはなんかフリーチェーンで一応打てる効果を持ってるから、あのカードが何だったとしても全部除外できるぜ。さあフルールド・パロネスの効果を発動、相手のカード無効にして、あ、じゃあ無効にして破壊していく。スクリーム、まあ、いいや、スクリームはどうぞ、あ、いいよいいよ、全然いいよ全然いいよ、もう、もう50にどうぞ。これエジェル・ギムリ出す必要あんまりなかったなはい、ウサリーク持ってきて、全部縦にしてぶん投げれば勝ちだな。はい、でバトルフェーズ入りましょう。ゴー、対戦ありがとうございました。一個言っていいかコナミ、おいコナミ聞いてるか、エジルギミルの召喚ムービーありがとう。もうちょっとわらびに寄せた方がいいのかな。ヨーラーも来て、まあ一応エジルし、まあ、エジルしか出ないか手数、ちょっとなんか引いちゃいけないから2枚ぐらい引いてるんでクソ弱いんですけどもうなんかね、やっぱね翡翠ってね結局ね未完成のデッキではあるね。エジルランが、まあエジルランってね、まあ、リュウエンみたいなやつなんですよ、双剣っていうところの。なんかあれが来ないとやっぱちょっと若干展開弱すぎてやばいわ。あ、まあ、ちょっと一応新色だけ持ってきて、で新色が一応妨害やってるんで、このなんか打点線が立ってってるだけみたいな感じになっちゃうんですよね、これ。こういう盤面だと。なんか、洋ランから、今のだったら普通にエジルラン持ってきて、シンクロレベル10いけるんですよ、普通だったら。けどやっぱマスターデュエルだといけないから、エクシーズ入れた方がいいの、これ多分エクシーズかトラップか。どっちか。まあ、午前試合は刺さると思います、多分このデッキは。演武天気でしょ。多分だけど、メルフィー系か、スプライト系混ざってる鉄獣系ですね、多分。あ、一応、戦火っていうパターンもあるのか。あ、フラクトールか。オッケー。いいよ。鉄獣でしょうね。フラクトール。まあ、別にいいや。フラクトールも別にいいや。で、おー、めちゃくちゃ、墓地肥やされるんだけど、まあ、それはまあ別にどうでもよくて。はい。多分ね、確か、鉄獣って割と属性だから結構バラバラなんですよ。だから、意外と午前試合は刺さるとは思う。属性同じやつもなんか何匹かいた気がするけど。確かにシュライグとか闇なんだよね。で、ケラスでしょ。で、ケラス出てくる。で、ケラス効果。てことはぶん投げて出てくる。オッケー。オッケー。で、ケラス、爆誕する。もうそれもいい。まあ、無限攻撃もあるし、午前もあるから、まあ、普通に強いですね。ジェット。あぶねえ。これあれだったの、キャロット。まあ、でもあんま関係ないか。あんま関係ない。どうしよっかな。闇。抱擁打ってからですかね。抱擁打ってからにしましょう。で、抱擁をまず、スプライトジェットに打って、スプライトスターターとか持ってこられるとめんどくさいんで、こう、無効にしまして、で、処理後午前開いて、どっちかだけにすればいいんじゃないかな。で、はい。で、処理後、午前開く。俺、水しか使わんから、お前もさ、闇か地かどっちかだけにしてくれよ。地属性ですね。オッケーオッケーオッケー、了解しました。これ何出てくんの、これ地属性って、まあ、多分シュライグは出てこれないですよね。これ。だから、あとなんか地属性って何んだ、はい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 。で、除外する&翡翠侵食。まあ、一応モンスター並べられるとめんどくさいんで。いやー、これトップが何かいる。トップ何かによるな、トップ何かによるな、これなんかパワー低くねこのデッキ。エジルギミル出すだけでも一苦労だマジで。とりあえず展開止めた。あのね、いや、エジルギミル出すんだったらマジで龍炎がいっちゃ早いんですよ。あ、イニオンクレード強いんじゃない。龍炎いっちゃ早いんですけど、龍炎いっ
ちゃ早いんですけど、龍炎からエジルギミル出してるやつマジで双剣デッキ使う資格ないんで、マジで失格なんで。てかそもそも双剣デッキで龍炎使うのもちょっとなんかいまいちな感あるけどな。でエジル、効果発動、これでインニオンクレイドの効果も発動して、うららケアする感じでいきましょう。あーウサギ、まあ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 、でもそんなに関係ないか。まあクレイドは別にいいや、クレイドは別にいい。でうららケアっつったって大権限がうらら組むんだけどな、まあいいだろう。で大権限持ってくじゃないですか。で自分、あ相手のフィールドかボッチにモンスターいるのでこれ打てます。翡翠大権限、デッキから翡翠を大権限させるカード。ちょ、うららやめて。あ、ゾウジーか、重いな。2枚ドローさせたくないっすね、2枚ドローさせたくないっすね問題だな、これ。エーゲルカシス特殊召喚するんだけど、いや、どうしよっかな。これまんま、このまんまビートするのもありし、相手ってたぶんそんな動けないんですよ、これ。もうワンドローさえも嫌なんだよな、これ多分ね。このまま後でいいんじゃないかな。とりあえずこれでいくわ。エーゲルカシスは一応ね、翡翠が残ってりゃ、なんか、なんでしたっけ、だって装備して次のターンに、蘇るみたいな効果はあるんですけど、いや、多分ね、午前試合かでね、2000打点ってそんな、まあ無理だと思うし、言うて。で、こっちは一応、溶乱があるんで1ボーが残ってるんですよ。で、フラクトルは別にいいや。溶乱で1ボーがやって、で、2000打点が残るから、午前下で。そんなに簡単にこの盤面突破できないと思うんですけどね。言うて、そこそこドローさせはするけど、ドローさせるので、ゾウジ結構嫌なんですよね。で、なんかゾウジ貫通して動いて、強固な盤面を敷けるほどパワーはないみたいな。すごい中途半端な。まあでもターン返ってきたんで、まあよしとしましょう。オッケー。じゃあどうしよっかな。一旦ネチルギミル出す説もあるし、こうっすね。こうして、で2体でアネモネ作って、アドバンテージをもう一回稼ぎに行ってからかな。カトリンエジルでこれあるのね。で水属性しか出せなくなる代わりに、自分の墓地の水属性特殊召喚できるんで、これで、エジルを特殊召喚していくが、なんかあるの？お、まだあんの？なんか、なにこれ？お前、ウサギ入れすぎじゃねえか？ウサギそんな入ることある？今のこの環境で。なんか、全然、まあ、でも永続トラップとかに刺さんのか。いや、強えな、でも、普通に、うざい。普通に、めんつ。いや、めんどくせえなー。なるほどな。ウサギそんな強い気しないけどな。なんかティガラメンスとかの効果誘発しちゃったりするしね。キトカロスとか、まあ永続トラップサリークとか割れるのはまあ悪くないかもしれないけど、サリーク割ると結局あのサーチ入るからね。あのスクリーンもそうだけど、そのカードがあんまり強い気は俺はしないんだが、なんか知んないけどめっちゃ打たれてめっちゃきつくなったことになってるのは確か。なんか全然よくわからん。あ、大権限来た。大権限強い。大権限発動。さあ大権限ぶち込んでいく。まだあのなんか。うっぜえな、あのデッキ。ほんだクソみたいなカードバカ入れてるから事故ってんだお前。今回の場合あれか。俺が午前試合引いてるからあれか。展開できないのか。どうして俺に気持ちよくデュエルさせねえんだ。これさ。4200取れるんすかね。4200にしてデジで4、あー、いやー、やばすぎや、あのデッキ。何この誘発まみれ。お前手札誘発しか入ってねえんじゃねえのそれ、デッキの中に。勇気おもろいか。勇気おもろいかそれ。まんまでもはやEレベルまであるけどな。あ、アネモネ一応出しに行くと、あ、でもレベル5か。いや、これスイちゃん微妙っすね。やっぱスイちゃんが、まあ一応スイちゃんが一番スモールワールドの経由地点としてなんか強かったのと、これでワンケル取れないのマジ。ショウエイとか出したらいけんのかな。いけねえよな、打点上がんねえもんな。4200円あんねん、さすがに。
で、一応まあ無限攻撃終わって午前試合あって、まあミッドレンジって感じの戦い方できてると思う。なんかこうじりじりとアドバンテージ差を広げていくみたいな。ただ全然気持ちよくデュエルはさしてくんないですね。マジで全然気持ちよくデュエルさしてくんないから、はい、アビスシャーク分からせることができそうだ。もうさすがに分からせれそう。ですね、そうしましたら、ワンキル取れればいいので、まあ HL ユミル出しに行きますか。こっちですね、レベル3のエジルにレベル7のエーゲルファシスをチューニング、新規の召喚、続いてエジルギミル完璧で、アビスシャークを特殊召喚、水属性モンスターが存在する場合自身を、手札から特殊召喚をすることができて、で特殊化成功するとレベル3から5の魚属モンスターを、サーチングすることができる。 OK で、水属性だけの場合ドリーミングシャークを特殊召喚できて、 OK、こうやって動き出すとね、なんかポンポンポンって動き出すことはできるんですけども、まあ、ここまで行くのがめちゃくちゃ大変と。あらあらの。ネフィラサイラム、ヘッドライト。マジで分からせる。うおー、スーパーエジルギミル、爆弾、プルーバトル。てかさ、これさっき装備したら勝ってた俺じゃあ。4200点、やばい。ちょっと算数できてなかったかもしんね。対戦、ありがとうございました。全然気持ちよくなかった。あー、シムーン来た。ブラックペザーだ。出ました、ストラクチャー、ぶっ壊れストラクチャー実装によって、全く別物のデッキと化してしまったブラックペザーさんですね、これはね。はい、このデッキ、まあ、結構強いと思うんだけど、まあ、あのビーステッドとか来たら、まあ、ちょっとそこそこうざいことにはなりそうな気はするんだけども、まあ、なんだかんだ強いですね多分、あの今のこの感じだったらね。まあ全然、あとなんかあれディメンションアトラクターとか積んで、なんか次元 BF みたいなこともできるらしいね。うん、まあ確かにと思ったわ。アトラクター積んでさ、でアトラクターぶん投げて、で除外ゾーンから自分のモンスター戻したりはできるんで、はい、なんかそういう動きはできるかなとは思いますが、これはどこまでいけるか、まあでも何も言うはずないから、こっちの手札に、フル展開通っちゃうんで、さすがにこれは無理かなと思いますが、一応なんか見ておきますか。相手がなんか BF 初心者すぎてめちゃくちゃプレイングが下手くそっていうパターンあるからな。これすごい展開力だよね、これね。そんなことあるっていう展開力なんだよこれ。マジで。ドロドロゴン、え、これ、てかそもそもベールズ出てたわ。これやばいことしようとしてる。あれこれなんか、あれそのクソレッキー見たことあるぞ。なんかやばいカードセットしようとしますね。若津楽園。やばいことが。起きる可能性が。あれあれあれ、若津楽園、除外お互いの墓地、あ、お互いっていうか自分の墓地と自分の除外ゾーンからモンスターを2体選んで、そいつらを自分と相手のフィールド上に特殊召喚できるとかいう意味不明なカード。何、ここまでは意味不明。一体全体何を企んでるんだ。何くれんのか、ベールで。ありがとう、こんな強そうなモンスターくれてありがとう。そんなことしちゃいけない、そんなことしちゃいけない、やめろ。ああいいいい、もうわかったわかった、ちょ、ごめんって止まって、ベールズさん、ベールズさん止まれ新世紀エヴァンゲリオンかな。止まれ止まってよベールゼさん、暴走モード突入、やかましや、くっそデッキが